ブラガ。ブラガは、ポルトガル北西部の都市であり、ブラガ県の県と、ブラガを中心とするミーニョ都市圏は、リスボン都市圏、ポルト都市圏に次ぐポルトガルで、第三の都市圏を形成する。ブラガの歴史は古く、ローマ帝国の属州が、ダーギアの中心地、ブラカラアウグスタとして繁栄した。ブラガを中心とするミーニョ地方は、戦士時代より、 人々が居住していた痕跡があるが、鉄器時代にはブラカリ人と呼ばれる人々が住んでいた。彼らは現在のガリジア地方やポルトガル北部に居住していたとされる。紀元前136年に古代ローマによるイベリア半島の征服が始まり、アウグストゥスの時代、紀元前20年頃にはローマ帝国の行政の必要上からブラカラ・アウグスタが建設された。 一世紀の間に、ブラカラ・アウグスタは、急激な発展を遂げた。ローマ時代の最盛期は、二世紀に迎えた。三世紀に入る頃になると、ディオクレティアヌスは、再編された属州ガラエキアの首都をこの地に置いた。民族移動時代になると、ローマ帝国の影響が、徐々に弱まっていき、ブラカラ・アウグスタを含む、現在の北部ポルトガルとガリシア地方は、中央から移動してきた。 スエビ族の勢力範囲となった。410年には、スエビ族の王国が建国され、ブラカラアウグスタは、スエビ族の王国の首都となった。しかし、584年頃には、ヒスパニアで勢力を拡大してきた西ゴート王国の領域に組み込まれた。リズボンは楽しみ、コインブラは学び、ポルトは働き、そして、ブラガは、 祈りの町であるという言葉からも明らかなように、ブラガは、ポルトガルにおいて、信仰面で重要な役割を果たしてきている。4世紀には、パタミスと呼ばれる司教がブラガに住んでいたとされる。もっとも、セオビデウスと呼ばれる聖者がブラガにおける際の聖者とする説もある。5世紀には、アウグスティヌスの友達でもあるパウルス・オロシウスがブラガに生まれ、進学、歴史の書物を表している。 6世紀には、ブラガの聖マルティンが登場し、末尾族をアリウス派からカトリックへ改収させた。また、この頃聖マルティンが、ブラガ近郊のドゥミオに修道院を建設したとされ、西郷東国時代及び、ムーア人に支配されていた頃のブラガの歴史は曖昧である。ムーア人が8世紀にブラガを征服したことが分かっているが、レコンキスタによって、 フェルナンド一世が1040年にブラガを再征服した。1093年から1147年の間は、ブラガはポルトガル伯領が設けられ、1070年には死教座が設置された。また、12世紀には、初代ポルトガル国王、アホンソ・エンリケスの父親であるエンリキ伯爵の手によって、ブラガはポルトガル伯国の中心として繁栄すると同時に、 ブラガ大聖堂の建設が始まった。中世のブラガは大聖堂の周りを中心に発展し、古代ローマの断片をすべて覆い尽くした。とはいえ、ブラガは16世紀になると商業の中心地から取り残されてしまった。愛好会時代にはポルトガルの商業の中心はシュトリスボンやアレンテージョ地方の首都であるエボ、中部地方のコインブラに移ってしまった。 このような状況を変えたのが、16世紀のブラガの大司教を務めたディオホデ・ソウザである。ソウザは道路を拡張し、広場を作り、病院や教会を新たに建設した。また、老朽化したブラガ大聖堂の改造にも着手し、当時の流行であったマヌエル様式の礼拝堂を増築した。ソウザのブラガの改造によって、ブラガは中世の都市から、 ルネサンス時代を代表する都市へと変貌を遂げた。創座の改造は現在のブラガでも見ることができる。18世紀にはブラガは再び繁栄を迎えた。大司教に仕えたアンドレ・ソアレスとカルロス・アマランテといった建築家がブラガの街に新しい息吹を与えた。ブラガの郊外にはバロック建築の手法が取り入れられたボンジェスズ教会が建設されると同時に 私立図書館や多くの邸宅が建設された。19世紀になると、ポルトガルが低迷を迎えたのと同じように、再び、ブラガは低迷を迎えた。ナポレオン・ボナパルトによる半島戦争による破壊に、その原因が求められる。また、ブラガの街は、ブラジルにかつて住んでいた、ポルトガル人がもたらした、新しい流行が、建築やインフラストラクチャーに反映された時代でも、あった。 20世紀を迎え、裏は、都市化すると同時に、町のインフラストラクチャーは、新しいニーズに合致するように劇的に改善される、点を余儀なくされた。前述のように、裏は、古代ローマ以来の歴史を持つため、多くの文化遺産が残っている。また、ブラガ近郊にも多くの歴史的建造物が、残されている。ブラガにおける産業に、中心は、建設業。 金属加工業、ソフトウェアとウェブデザインの開発である。特にコンピューター産業は急速に発展を遂げている。ブラガには1973年に創設された、公立のと1967年に創設された私立大学であるのブラガ校舎がある。他にリスボン、ポルトに校舎がある。ミーニョ大学は1100人の教授陣と18000人の学生を誇る。 ブラガを代表するサッカークラブは SC ブラガであり、スーペルリーガに所属している。またで、モータースポーツも行われている。ローマ帝国時代のブラガは何本もの道路が交わる、交通の要衝であった。ローマ街道の一部であるは、現在の高速道路のようなもので、ところどころに、石書や液体等が設けられていた。 ローマ時代から数世紀後の1875年に、ルイス一世がを建設し、新たな夜明けを迎える。7年後の1882年3月25日にはが、開業し、蒸気軽便鉄道路線を経由して、市内中心部と接続された。また当時開業した、馬車鉄道は、1914年10月5日に、電化されとなった。 その後までの路線延長などが計画されるが未成に終わり、1980年代になると路線バスに置き換えられ、廃線となった。最大25人乗りの飛行機が発着でき、ヘリポートも備えたがある。さらに、約5 0キロメートル離れたところにフランシスコサ、カルネーロ空港、ポルト空港がある。現代に入り交通渋滞の解消のため道路の拡幅が行われた。 馬屋白広場、無限在解体通り、ヨハネス21世通り、ヨハネパウロ2世通りほか、各方面への主要道路と接続する環状道路がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。